スさんに確認しました。これ使いやすそうですね。効果ついてんねや。調整ですね。はい、かっこいい。これ1個あと天井がどこまでも見えそうや。はい、次はカスタムさんに遊びに来ました。カスタムさんというのはテスター、実験電気とかいろいろあるんですけども、メーカーの谷村さんに一緒にご紹介していただきたいと思います。谷村さん、よろしくお願いします。こちらの天電気のノーマルのやつと、あとうちので特許を取ってます、こういう棒型のやつで検送ができるという検送機、動力の検送、そうですね。え、RST 分かるんですか。はい、これ一応コンセントがあるんで、はい、まず変電をこういう形で電源当たってもらって、はい、でもう一回押してもらうと検送のスタンバイになるんで、はい、これでもう一回押すと検送になるんで、これで4回になったら最後で、これちょっと今やられちゃいますけど、ここはグリーンになったら清掃というところで、え、計装機もいらないじゃないですか。そうですね。あ、でもコンセント端末だけ、あのクリップのことも、あ、センサーで、はい、取れた時に、え、計装機もいらんくなる。クリップが挟まなくていいんですけど、3回当てる手がないんです。でも計装機持ち歩くと考えたら、そうですね、これでいけるの、電源機と一緒に、はい、これ新商品ぐらい、これはもう4年5年ぐらい、はい、全然知らなかった。電電して200か200のところが光る。あの気づくときは、はい、その通電だけなんですけど、はい、あの裸端子とか当たるときには100、200の判定ができるという形ですね。ちょっと今裸なんですけど、はい、これはテスターは前もご案内してるんですが、こういうカードタイプのやつで、従来品であればこの根元とか断線したら本体ごと交換するところに対して、別売でこういう差し込みのジャック式になってるんで、これめっちゃちっちゃいですね。そうですね、ここだけであれば断線しても交換いただけると、部品交換で使える、はい、小さい腰に入れてても邪魔にならないですね。そうですね、という感じで、はい、カードケースになってます。で、大小、これの使い分けっていうのは何か、特にはあのテストリードのしまい方でこういう10台タイプのニューアウタイプのソフトケースで、これはプランプだけでちょっと違う。プランプも、はい、こっちでチェックできる。そうです。で、これがまあこういう形でテストリードをしているという感じの、これ使いやすそうですね、はい、腰に入れた時には。で、この製品の、まあ、前からモデルがあるんですが、こういう容器磁石になってて、あ、それ便利やなぁ。盤にね、こうペタッてしながら電圧をパッと見ていけるっていう、はい、これもクランプ、これはこういうキュービクルタイプのところで片方を外してこう入れて、あ、こうクワガタがこういけないときに、そうです、はい、こういうと自在なんでここでもいけます、ね、そうですね、はい、これもショート系です。ショート系です。これはもっと、そうです、騒音系で、これはあの高速管理で、あー、よくあの土屋さんが現場の最後でひらひらつけてチェックしてるのを、そうです、この先端でテスターで見る、はい、ダクトが吹いてるかどうかとか見るの、そうです。これはあの温度、今回その先端の温度とか、これは新しいのが新商品でサーモグラフィーの方です。もともとこちらのタイプを前から出しておったんですが、まあ、これは完全にこういう色分布で、まあ温度を見るというところを可視化する商品で、これがまあ画像の長さこれぐらいのやつでして、まあ、このような感じでお値段に比例していきます。で、新商品になりますと同じ作業動きのところを見ていただくとこんな形で、サブレットみたいな感じで、はい、より細かく見れるってことですか。はい、こういう遠くでもこういう形で、あ、あの LED のとこが赤くなってるのか、はい、で、このフレッシュレートが高いので、こういうファンをしても結構滑らかに動きますという点でありますとか、あとここでこういうふうに一部だけサーモ画面に、あ、そこだけ、ええ、すると、こういうサーモの計測っていろんなところで使えますので、電気屋だけじゃなくて、ね、はい、こちらだとこういう三脚の固定をして、スマホのアプリを出しておりますので、こういう形でスマホでどのアプリをダウンロードいただいて、そこで画面を Wi-Fi で一対一接続するので、そこで見たりとか、そこから操作をしたりということもできます。あとこの辺はカメラですね。いいです。はい、先端を
ポートの形で結構しっかり映ってますね、この距離感でも、はい、ファイバースコープいいですね、でこういう自由ケーブルになってまして、先端がライト、ちょっと配管の中とか、はい、お困ったとこ突っ込んで入れます、ね、そうですね、でこういう細かいところで動かしていくと、おーすごい、ピントがすぐ合いますね、なります、画面付きっていうのがいいですね、そうですね、撮りたいときとかあったらスクショみたいな感じでも撮るのもない、そうです、で SD カードついてるんで動画静止が保存できる、はい、あとはこういう距離計の赤レーザーと、あとグリーンレーザー、はい、あのより今視認性がいい、距離計欲しいんですよね、結構大きさによってその飛ぶ距離が変わってくる、これが 80m で、まあ、だいぶ長くて、ノーマルだったら 40m ぐらい、こういうちょっと明るいところでも見えます。こっちさでも20m。それは明るいだ。これはそのメジャー代わりのものですね。お部屋の衣替えとか、その辺でも明るい。この後ろから対象物までの距離を。そうですね。はい。で一番最初がミリの。だいぶ小さい。こっちさ小さいから使いやすい。実際現場で言うと20メートルぐらいで作業する。そうですね。でベルクロ仕様ですとそういう。面積が足し算とかもしてそうですね、こういう板ゴラスの手で使って3点を測って直角でもう一点を計算するとかっていう昔算数で習ったそうね、その辺で計算して出すというのができるので、だんだんハイテクになってくる、ね、そうですね、距離だけじゃなくて、はい、昔全部自分でこの辺に計算しました。計算したことない。ありがとうございます。こちらはあの仕入れ商品なんですが、うちが使っているブランチというメーカーのヘッドライト製品群です。で基本軽くてというのと、あとハイブリッドモデルということで、前の方に電源がついてまして、バッテリーで、あ、そこに外すと乾電池。ああ、なるほどね。電池もバッテリーもいけます。はい、でタイプ C の USB で、あ、直接充電するんですね。そうです。なるほどね。で、これだけ家持って帰って家で充電するって可能なんです。タイプ C やったらいいの、車は移動中にね、行けるっすよね。で、作業終わりでいちいち外すのがめんどくさい場合は、うん、ここにも口がありますので、あ、それで外からでも、そこからでも、はい、現場置いといても一晩充電できる。そうです。すごい。でこっちも前モデルで、これが対面モデル。同じように、あ、後ろ、はい、後ろ、で、エリアの、はい、色味も明るそうですね、はい、明るそう、こっちは、ね、結構明るそうですね、何ルーメンまで、これは1000ルーメン、1000、いや、明るい、これは一番遠く、すげえ、あ、これ光灯、はい、フォーカスついてんねや、うん、調整できて、はい、かっこいい、これ1個あと天井裏どこまでも見えそうや、うん、あとはこういうのテンプニッパーで工具もやってまして、従来ほどのこう白で黒地に赤だったんですけども、今回黒地金ゴールド、あ、重いや、これ金やというモデルを出して工具にこだわってらっしゃる方、今回反響が良かったので、かっけー、で参考ショップで最後が便利カッターの従来ほどの白なんですが、こういう完全オーダーのいかつい花虫色のモデルも、すげえ。マジョラというかメタリックな感じで、動画じゃ伝わりにくいかっこよさですね、これは。もう見えてんちゃう、映ってる映ってる、あ、こっちも、はい、これなんですけど、あ、ストリッパーもあんねや、めっちゃかっこいいやね、めっちゃ高級、はい、赤いな、すげー、これはオーダーで注文するという形です、ね、はい、この辺が参考のカラーですが、あれは欲しがる人多いやろ、うん、以上でございます、わかりました、ありがとうございます、ありがとうございます、で最後にあのお客さん、視聴者さんにメッセージがあれば、はい、お願いします、はい、カスタムです、この辺たくさんの商品を扱っておりますので引き続きご愛顧よろしくお願いします、本日はありがとうございました、ありがとうございました、とりあえず面白くしたいです、電気屋を。